とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきましょう。まず、1回エンチャントで毒の符号を入れていきます。1、2回が特に敵が多いので、注意していってください。まあまあまあ、大丈夫とは思うんですけどね。まあ、この、毒の符号があると、結構、HP 削ってくれて楽です。必ず入れるようにしてみてください。で、 HP が危なくなったらもう迷わずポーションですね。うん、ポーション1回使えば全然大丈夫だと思います。あと4体しゃで、あ、まだいた。5体だった。終わり。1回クリアで何もいりません。で、2回は遠距離の敵が特に多いです。しゃ、結構出るんだよね。しゃ、まあ遠距離に囲まれないようにするといいんじゃないですか。よし、 OK。 遠距離のやつ結構出て、集中攻撃もらうと意外とダメージ食らいますもんね。でも同じく危なくなったらポーションですね、使っちゃいましょう。矢が出てきてくれたら嬉しいんだけども、出ないか。よし、どう？あと2体はい、多いね。2回クリア。次、影の断片は絶対に取るようにしてください。影の断片は使えますね。うん、タワーで出てきたらもう間違いなくいた、取った方がいいです。食らっちゃった。で、3回は急に敵が少なくなります。2回多かったのに急に敵が少ないですよね。 OK。あ、いた。はい、終わり。3回クリア。次です。で、ここで心を奪うものを取ってください。で、働き鉢と消防化を2ぐらい入れとけば大丈夫と思います。ちょっと暖房切ろう。 OK。 めちゃくちゃ寒いんですよね。なんか朝散歩に行ったら気温が0度ぐらいでめちゃくちゃ寒かった。よし、 OK、 ナイス。で、あと2回ぐらい出るかな。 OK。 で、心奪うもの、別に火力はないんですけども、よし、この重要なのは吸血ですね。うん、吸血がものすごくいい。やっぱり HP5% 回復するっていうのは結構いいですよね。じゃあ落としたい。あー、全然当たってねえ当たってねえわ。はい、4回クリア。次でーす。何もいりません。名もなき刃の方が好きだなっていう人はそれに変えてもいいと思いますね。しゃ、で、先に開けちゃいましょう。よし、敵の数もそんなに多く出ないので開けても全然問題はないと思います。お、いいね、入るね。入っちゃうね。おい、よし、
ない？オッケー。で、宝箱は、宝箱じゃないな、絶対取ってください。よし、お、今回結構凶暴化が発動してくれるんで嬉しいな。オッケー、すごいいい感じで、5回クリアでスノーアーマーを取っていきましょう。でスノーアーマーのエンチャントを、早めに完成させておくといいと思います。でここがねちょっと難しいかな。あの遠距離の敵に囲まれないように戦っていきましょう。うん、遠距離の敵と、あ、まあまあまあ、このエンチャンターはまず最初に必ず倒すこと。よし、でここだったらば、よし、近距離の敵が攻撃できなくなるので、こっちからねこうポチ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 倒してあげると意外とダメージを受けなくていいと思います。遠距離がとにかく鬱陶しいのよね。よし、 OK、 いけ、お、いいね、影突、 OK、 いい、あ、影突入れてねえわ影突は入れてない、まだ入れてないけど OK、 まあ1、2回だったら使ってもいいと思います。はい、あれまだいた、あ、挟まってる。6回クリア、次ですね、武器変えます。クレイモアです。クレイモアに変えた方が、ボスが楽です。ボスが楽なので入れるようにしてください。エンチャントを入れます。雪玉さん、そして働き鉢と待ち伏せ、この待ち伏せが重要です。待ち伏せを入れることによって、ダメージが 20%、40% と上がりますんで、ボスが意外と早く倒すことができます。 OK、 いいんじゃない、よし、全然違うところに、全然違うところだ、よし、オッケー、はい、であっち側に 2,3 体いておしまいかな。にゃっにゃっにゃっ、はい、7回終了。コグクロスボウを取りましょう。あーで、エンチャントね、エンチャントね、影突入れてください。 OK、 防具には影突、武器には待ち伏せですね。いけないんだよな、こうタイミング合わなくて。で、この反対側のところに敵結構出ます。なので、影の断片使ってもいいんですけども、まあ、使わずに、クレイモアの2発目を当てるようにしてください。そうすると一気にいけます。しゃあ、 OK、 お、 TNT いい感じで、こっち側も同じくクレイモアの2発目を当てましょう。オッケー、いいんじゃない。 TNT ぶち込めばいけるんじゃないですか。おし、いや、そううまくはいかなかったけど、でもまあまあまあ、いいんじゃない。はい、8回クリア、次ハーベスターを取っていきます。で、商人ですね、ユニークなのでスノーアーマーを上げていきます。で、ボスです。エンチャントをここで入れていきましょう。もうどっちでもいい、
影突でもいいし、待ち伏せでもいい。これは影突の方を入れてますかね。どっちでもいいですよ。この2発目のこれ振り下ろしの攻撃を、よし、影化して当てていくといいです。で、ザコも一緒に倒してあげるとお得ですね。まあ、ソウルが入るので、ぜひザコも一緒に、せめて2体ぐらいね、まとめて倒してあげるといいと思います。10回何もいりません。次行きましょう。しゃあ、なんかちょっと嫌な場所だな。 OK、 おお、ナイス。あ、で、エンチャント入れてください。影突3になるとめちゃくちゃいいです。こう固まってるところをね、一気に叩いてあげるとソウルがめちゃくちゃ回復していい感じです。で、次に行きます。で、ここでメイスに変えていきます。まあ、そのまんまでもまあいいちゃ思うんですけども。で、虚無ですね、入れてください。で、ここはスライムが結構出ますので、ソウル集めのチャンス。で、これリープリーフいるんでね、このリープリーフだけちょっと注意してください。OK、OK、ハーベスター多めに使えば、危な、大丈夫とは思います。危ない危ない危ない。しゃあ、危な結構ギリやった。よし、ミニにして、あ、ダメだった、失敗した。ちっちゃいやつ4体にして影突しようと思ったんですけど、ちょっと無理でしたね。何もいりません。次いきまーす。で、ここはネクロマンサーが2体出てくるんですけども、まあ問題はないと思います。で、できるだけ影突をね、発動させてソウルを集めていきたいところ。3体同時に倒せば、ソウルがたまると思います。なので3体重なったところでは確実に使ってあげるといいですかね。しゃあ、いいね、4体 OK、 はいはい、まあまあいい戦い方かどうかちょっといまいちわかんないですけどね。いいでしょう。終わり？いや、まだなんかいる気がするんだよね、こっち側に、下にいたね。え、まだ？そっちか。はい、13回クリア。で、ここで地雷取ります。この地雷が次のボスのメインウェポンになりますので、忘れずにね、取ってください。はい。で、クールダウン入れておいてください。よっしゃ、一応地雷もね、結構使えるようになるのでいいですね。よっしゃ、はい、いいんじゃないですか。危な、よし。で、クールダウンをね、ちょっと完成させない方がいいです。1ぐらいに止めといた方がいいですね。この後虚無を多めに入れていきますんで、
クールダウン入れて、防具を完成させちゃうと足りないんですよね、ポイントが足りなくなるので。クールダウンは、ボスを倒すまではとりあえず1でいいと思います。うん、まあ余ったら2まで入れてもいいかな。でも確か余らなかった気がする。 OK、 まあそんなに問題のあるところはないのでいけるでしょう。でここ、ラビジャー出てきます。あれが来たらワウ地雷で倒してあげるといいですね。ここ倒すまではいかなかったか。よし、はい、では15回終了。次、クロスボウを乱射つけていってください。はいはい、ああでこれ火属性1でいいです。これ必ず入れてください。火属性の、乱射だったらば、雑魚だったら一撃で倒せるようになりますのでお得です。このね持続ダメージがかなりいいんですよね。じゃあこっち側いる人いないか、意外とね隠れてるやつで時間取っちゃうので、よし、打ち漏らしがないように。おナイス、ありがたい。終わりかな、16回終了。でここで無知に変えていきます。まあそのまんまねメイスでもいいんですけども、まあ、無知の方が火力が若干上がりますんで、こっちに変えていった方がいいと思います。虚無ですね、最終的に3まで入れてください。この虚無3があると、ボスが楽です。よし、しゃ、はいはいはい。でも無知はね結構扱いづらいんですよね。よし、なので全然今回余ってるであろう弓を使って戦っていってください。よし、あー痛い、危ねえ危ねえ、見てなかった。こいつでおしまいですね危ない、やられるとこだった。でここ何もいりません。で商人で防具ですね、上げていきましょう。このクールダウンねちょっともったいないんですけども、まあ仕方ない。今回あんまりクールダウンはね必要じゃないです。そこまで必要じゃない。うん、1か2、まあまあ1でも十分かな。 OK、まーす。んーで一応ガードストライク入れておくとちょっと安心ですね。 OK、 いいね。では、まあ、ワンパンではないんですけども、ツーパンで倒しちゃいましょう。このね位置がちょっと扱いにくいんだな。でやり方はもうちょっとご存知の通り、コムを最大倍率にして、地雷を当てる、それが倒し方ですね。まずはギリギリまで敵の HP を減らしてください。そうしようかな。あーミスったごめんミスった。ちょっと欲張りすぎました。ちょっと欲張らないようにいきましょう。いやこれちょっといけるかな、このダメージ。
いや、多分いけるとは思う。まあ、欲張るとこういう風になりますので、欲張らないように行ってください。いや、いけると思ったんだけどな。ギリ無理でしたか。まあ、今回は欲張らないように行きますね。次だな。よし、ああもうちょっと欲張っていってよかったか。ちょっと失敗したな。まあまあまあ、次で倒せますね。はいはいはい。成功すると半分ちょっと減らせるので、まあまあ2パンです。2パンっていうか2ターンで倒すことができます。 OK、よし、おしまい、行きましょう。ここを早く倒すかどうかによってだいぶクリアタイムがね変わってきますよね。クレイモア変えてください。でエンチャントは虚無と衝撃波ぐらい入れとけば OK じゃないでしょうか。うん、まあ、この武器もすぐ、変えます。無知がちょっと扱いにくいので変えてるだけであって、別にこれをメインで使おうということではないですね。 OK OK、 いけー、いいね。影とをうまいこと使っていって、ソウル切れをねないようにしましょう。ハーベスター取っていきます。やっぱハーベスター強いですね。ハーベスター強い。エンチャント別にポイントあるけども使わなくて OK です。必要はないかなと。あー、ミスった。 OK、でこのぶっ飛ばすのって気持ちいいよね。一気に倒せるんで。矢は出ないか。もうちょっと矢が出てほしいけど、ないですね。でここで武器変えます。ボーンクラブ、やっぱね、ボーンクラブね好きなんすよ。クリティカル入れちゃってください。あとは別にいらないですね。よし、多分パワーでの最強装備は、まあ、最強ってわけじゃないけど、一番使いやすいのはボーンクラブじゃないですかね。攻撃速度もそんなに遅くもないし、攻撃範囲が広いので一気に倒せる。よし、うん、パワーでこれほどいい武器はないと思いますけどね。じゃあいいね。硬いな、硬い硬い。はい、何もいりません。 OK で、ここ、この辺に地雷を置いててあげると下から来るやつを倒せていいですかね。あ、でも来ないな来ないな。ひょっこり来るときがあるんですけども、来ませんでした。そういうこともある。よし、で、あそこ影になって一気に行けば、よし、終わり。ここ23階は何もいりません。あとはもうね、そんな難しいとこないので、どんどん行っちゃいましょう。
よし、しゃあ、これね、衝撃波とか入ってればもうちょっと良かったんですけど、旋風なんですよね、入ってるのが。旋風はあんまりこれには向いてない。打点が結構先の方にあるので当たらないですよね、旋風は。オッケー、いいんじゃない、当たんねえな。よし、はい、もう少し。どうか、終わり。はい、24回終了で、ここで雷の杖と地雷を変えていきましょう。雷の杖で、ボスをワンパンで倒します。そのためには、虚無が必要になるので、途中でね、武器を変えます。もう武器はこのままでね、行きたいところなんですけども、これちょっと虚無入ってないので、ここがちょっと残念。よし、はい、いいね。意外といるな。はい、意外と多かったな。下はいない。あ、いるね、やっぱりね。なんかいたような気がしたんだ。で、ここでおしまい。ドラを取っていきましょう。ハーベスターとチェンジです。ボスをワンパンするにはこれが必要なんですよね。虚無とドラと、雷の杖。まあ、ワンパンしなくても別にいいんですけどね。まあまあ、ワンパンできると気持ちよく進めるので、まあいいでしょう。よし、これ最後かな。ここあんまり敵出ないですよね。はいはいはい、終わり。いや、いたいたいた。はい、でここでカトラス変えます。カトラスですね。エンチャントはもちろん虚無で、衝撃波入れてください。いきましょう。で、旋風もまあまあまあ入れていいんですけど、そんなにいらんかな。まあまあ入れるか入れるか、別にいらないっちゃいらないんですよ。余るんで、いっちゃいましょう。そうね、無駄にはならんか。カトラスだったら旋風も無駄にはならないか。 OK、 じゃあ、ちょっと耐久力が低めなのかな。でも大丈夫、もうちょっとでクリアです。ここ何もいりません。進みましょう。よし、 OK、 シュルカーの弾は海で消せるね。そうね、 OK。 でこっち側に結構敵が出るので、ここにね、ここを打ち漏らさないように行きましょう。時間かかります。 OK、 いいね。では真ん中で、おお、ちょっと旋風入れてますね。あ、そうか、ここでは旋風が役に立つのか。まあ近寄ってきてくれるんで、囲まれた時には旋風が結構いい感じ。よし、 OK、 もう少しかな。 OK、 でこっち側に敵が
いや、後で出るか。あ、出た出た出た。ここ打ち漏らさないようにね。よし、行きまーす。多いよね、敵がね。敵多い、ほんと。よし。もういないな、大丈夫ね。終わり。よし。おい、シュルカーに思いっきり当たってる。武器別変えてもいいんですけども、そのまんま行きます。うん、ホークブランド結構強いんですけどね。んで、ワンパンするように雷の杖、多分上げなくてもワンパンはできるとは思います。うん、まあ念のために上げてますね。で、まあ別に何も入れんでいいか。いきましょう。虚無を当てて、最大倍率になったらドラと杖ですね。おっ若干残った。虚無を当てて、まあ3秒数えてください。3秒数えてドラ杖ってすれば、まあまあ最大が出ると思います。結構慣れが必要なんですけどね、この虚無を倍率上げるって。よくないな。虚無1、連鎖3、旋風1、いりません。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。